オオカミゲームアナウンサー、怪盗団と3つの地図やってくよ。トタバタ怪盗団がマネーゲームするみたいだよ。マネーゲームと意外な戦略見て今回は終わりですね。今回で終わりか。あとはみんな自分でストーリーを、なんだ更新じゃなくてストーリーを見るためにミニゲームじゃなくて探索とかいろいろ頑張ってください。はい、行くよ。マネーゲーム。お、同じ頃フォレストブラザーのアジトがある渋谷のお寺にいて。はいはい、よし、どうやらこの寺で間違いないようだ。あら、凛太郎たちの寺とか一番手薄なんじゃない？美咲ちゃんも出払ってるしね。奴らのアジトはきっと建物の中だろう。ただ子供たちが中で眠っているはずだ。起こして騒ぎになったらまずい。静かに侵入するぞ。できる？だってドタバタ雪成がいるよ。うん、それにしてもコウさん、よくアジトがここだって突き止めたね。ふん、簡単なことだ。あいつら普段から子供たちのことを口にしていたからな。二人が個人に関わりがあることは容易に想像がつく。それに、いつもかすかに線香の匂いがしていた。線香の匂いがしていた。わかんない発音。おそらく、寺をアジトにしているのだろうとは思っていたんだ。ああ、もうすごいね、コウ君。やっぱ相変わらず頭脳明晰。個人と寺が一緒にある施設となれば、おのずと候補は限られる。なるほど、さすがコウさんだね。まあ、うちらのアジトもバレてるぜ。雪成がお茶してるし。だけど中で凛太郎たちに遭遇したら、その時はどうするの？確かに、こっちの班だと戦闘力が。いやでも、智也がいる。その心配はないだろう。ボスからの依頼が届いた時点で、おそらく凛太郎たちも俺たちと同じことを考えたはずだ。相手のアジトに忍び込んで地図を盗むしかないと。凛太郎たちは俺たちのアジトの場所を知っていた。おそらく今頃、剣玉部の部室に忍び込んでいる頃だろう。そうだね。俺たちの地図がすでに燃やされているとも知らずにな。地図は画像データ化して俺の PC に移しておいたから見られる心配もない。え、でもなんか PC が剣玉部にとか言ってたけど、どうなの？あいつらに俺の PC のパスワードがわかるはずないからな。いや、持ち歩けよ、PC！ いや、コウ君、今言ってること絶対おかしいよ。PC 持ち歩けよ。つまり今この時間、寺の中には凛太郎たちはいないってわけだね。あーでも猫キャッツニャーのやつらはいるよ。あいつらもここの寺に潜入してくる可能性が。ふん、やつらに俺たちほどのリサーチ能力があるとは思え。あるよ、お茶してるよ。ここのアジトを突き止めるにしても、一日では無理だろう。いや、してるよ。てかもうその場ですぐ分かってたよ。まあ念のため急いだ方がいいかもしれんがな。そうだね、それじゃあ早いところ地図を探そうか。おい、ユウト、音を立てるな。ごめんなさい。だって床が古すぎて、そういうこと言わない。止まれ、ユウト。向こうに人の気配がする。ラキナたちだよ。え？お寺の人かな？いや、こちらに気づいて動きを止めたようだ。住民ならばこちらを確認しに来るはず。それをしないということは。おい、誰だ、そこにいるのは。やっぱりラキナ。うわ、見つかったっす。逃げるっすよ、レイト君。ちょっと待って、この人たちは、ああ、この場で逃げてたらコウ君たちチャンスだったね。お前らは猫キャッツにあの、レイトとラキナ。マスクドウルのコウさんとユウト君じゃないっすか。むむむ、どうやら目的は同じだったみたいっすね。だね。く、まさかお前らがこれほど早くたどり着くとは。うん、うちらのリサーチ能力を舐めちゃダメっす。チエちゃん優秀だったね、今回。チエさんがミサキさんにアジトの場所を教えてもらってたんだよね。それ、リサーチでも何でもないじゃん。そうだね。とにかく地図を他の怪盗団に渡すわけにはいかないっす。おとなしく手を引かないと、うちのエアガちゃんが火を吹くっすよ。狂気で脅してきた。ラキナちゃん、怖。おとなしくするのはお前だ。そんなにでかい声で騒いだら。あ、子供が来た。あ、むにゃむにゃ、お兄ちゃんたち誰？不審者だよ。ち、やはり起こしてしまったか。あ、お姉ちゃんの持ってるそれ銃？かっこいい、見せて。え、いや、これは子供が扱っていいおもちゃじゃないっすから。ねえねえ、お兄ちゃんたち変な格好。変とか言わないであげて。頑張っているんだから、衣装、考案とか。え、テレビに出てるヒーローみたい。褒められた。え、どっちかというと悪者じゃない？まあ、怪盗だし、泥棒だしな。うん、悪者。え、そんなことないと思うけど、まあ、レイトはヒーローに憧れてるからな。それじゃあ僕がヒーロー役ね。悪者め、覚悟しろ。デュクシ、デュクシ、あ、攻撃食らってる。いたたた、すねを蹴らないで、地味に痛いやつ。ねえねえ、お兄ちゃん、そのゲーム私にもやらせて。ゲーム？ああ、そっか、言うとか。はあ？嫌だよ、なんで僕がそんなこと。ダメなの？私もゲーム欲しいのに。こうさん、なんとかしてよ。はあ、これでは収集がつかんな。一旦帰る？
だが地図を手に入れるまでは帰るわけには。地図、ひょっとしてあの紙のこと？お、ちょっと子供を騙して利用するのは俺良くないと思う。そういうのは好きじゃないよ。え、君地図のこと知ってるっすか？ああ、凛太郎兄ちゃんにしばらく預かるように頼まれたんだ。多分偽物だぜ絶対。そうだったの？それじゃあその地図僕たちに見せてもらえるかな？ああ、ちょっとやだレイト君。もういや、やだ、俺子供利用するのはちょっと好きじゃない。ダメ、凛太郎兄ちゃんと約束したもん。誰かが探しに来ても絶対に見せたらいけないって。そんなこと言わずにお願いするっす。やめて、子供ゆすらないで。なんなら代わりにこの矢が触ってもいいっすよ。弾は抜いてあて、抜いておいたっすから。うん、それなら少しだけ見せてもいいかな。いや、子供の意志の弱さ。ちょっと待て、そいつらには見せるんじゃない。それより俺たちに渡せ。その代わりユートの持っているゲームを貸してやろう。いや、もうそれあげるような感じ。え、コウさん、そんな。我慢しろユート、チーズを先に手に入れるためだ。まさか子供相手に脅すわけにはいかないからな。買収するしかないだろう。まあ、一応善意は残ってるっぽい、コウ君。なったらこっちはレイト君の羊の人形もつけるっす。勝手に人のものあげないで、みんな。へ、ラキナちゃん、それは。レイト君も協力するっす。うち知ってるっすよ。レイト君が任務の時にもあの人形を隠し持っていることを、もういつでもどこでも寝る気だ。う、これは大事な人形なんだけど。へ、確かになかなか可愛い人形みたいだね。それでそっちのお兄ちゃんたちはもっといいもの出せないのね。おい子供、お前も調子乗ってないか。なければこっちのお姉ちゃんに地図渡しちゃうけど。う、なんとしたたかな子供だ。完全に足元を見られてるね。だね。いいだろう。だったらこっちは俺の秘蔵ホルダーミントの画像ファイル集を見せてやってもいいや。それもコウ君とせいぜい喜んでりっちゃんじゃない。そんなの別に欲しくないよ。うん、ち、わかった。それなら仕方ない。ここは一つ金で解決しないか。なんて意地汚い大人なんだ。まさかコウさん、こんな子供の前で札束で殴り合う気っすか。とんでもねえな。さすがに教育に悪そう。勝手に言ってろ。最後に勝つのは所詮金だ。間違ってない気もするけど。そんなことないっす。それじゃあこっちはレイト君の隠し芸、歴代仮面ヒーローの変身ポーズ完コピ集を見せるっす。そんな特技が？何それ、見たい見たい。まあ、子供からしたらそっちの方が嬉しいかもな。待て、だったらこっちはさらに。こうして怪盗たちの買収合戦は夜遅くまで続き、子供が疲れて眠ってしまったため結局勝負はつかなかった。楽しかったなお前ら。行くよ。なんだこれ、マネーゲームってそういうことだったの。次、何時の力を示せ。なんだこの意味深なタイトルは。はいはいはい、ちょっと間違えたね。意外な選択だわ。また間違えた、びっくりした。もう唐突に。はいはい、これ行くよ。一方その頃、猫キャッツニャーのアジトの近くでは。おう、ゆきのり、確かこの先だよね、アジトになってるっていう喫茶店は。うん、それにしてもコウさんはすごいね。たった数時間で猫キャッツニャーのアジトを見つけちゃうなんて。そうだね、しかもネットでサーチした情報だけだもんね。でもこれちぐささんいるぜきっと。大丈夫？まずリツさんたちのインスタを見つけ出して、そこに映った背景から場所を特定して。いやすげえ、なんかスパイっぽいことしてるこっちのマスクドウルフは。まるで本物の探偵みたいだったよ。ちょっと怖いかも。ああ、俺たちもネットに写真をあげるときは気をつけようね。そうだな、背景とかでバレたりするらしいかな。うん、あ、喫茶店が見えてきたよ。ああ、あれ、お店の中は明かりがついてる。おかしいな、こんな夜中に喫茶店が開いてるなんて。営業中だよ。どうする、明かりが消えるまでここで様子を見ようか。いや、ひょっとしたら凛太郎たちが先に忍び込んだのかもしれない。美咲ちゃんがいるよきっと。だとしたらここでグズグズしてる暇はないよ。急いで中に入らないと。そっか、だけど慎重にね。とりあえずお客さんのふりをして自然に店内に入ろう。これ絶対美咲ちゃん歓迎されてるでしょ。カランコの、いらっしゃい。どうも。もう先輩だぞ先輩、ちぐささんは元。今夜は珍しいね、こんな時間にまたお客さんが来るなんて。あ、やっぱり美咲ちゃん、かわいい。あ、ゆきなりくんにともやくん。え、美咲さん、あなたも来てたんだ。おや、3人は知り合い同士かい？そうだよ。それはまた珍しいね。飲み物は何にする？それじゃあアップルティーを。あ、僕は抹茶オレで。かしこまりました。それで、美咲さんはここで何を？正直に言う。ふい、ゆきなりくん、わかってるくせに。かわいい。あなたたちも同じで、待って。私と同じ目的でここに来たんでしょ？そうみたいだね。でもまさか店がまだ開いてたなんて。うん、私も驚いちゃった。それでね、例の地図なんだけど、
こちらのちぐささん、ちえちゃんのお兄さんが持ってるんだって。お願いして見せてもらうしかないじゃん。ちえさんのお兄さん？そうだったんですか。言われてみれば少し似てるかも。そうか似てるかな。ちょっとそこはあんま納得できない気もするけど。ありがとう。君たちはゆきなりくんとともやくんだね。美男美女っていう遺伝子がっていう時点では似てるけどな。そういうことじゃないか。妹から噂は聞いてるよ。新人の怪盗同士仲良くしてやってね。怪盗だってことも知ってるんですか。こちらのしぐささんも元怪盗なんだって。ねえ、これすごい話打ち解けてる。仲良くなってる。それじゃあ俺たちがここに来た目的も知ってますよね。ああ、さっき美咲さんともその話をしていたところだよ。だけど妹たちに任されている以上、君たちに渡すわけにはいかないな。そうですよね。おや、あまり残念そうには見えないね。ええ、むしろ安心したというか。俺たちは確かに怪盗だけど、知り合いから物を盗むというのはやっぱり気が引けて。ああ、なんか主人公っぽいこと言ってる。ゆきなり、やっぱお前は主人公だな。そうだね、実は僕も思ってた。いい子同士だこの二人は。美咲さん、どうやらこの二人も君の君と同じ意見みたいだね。え、美咲さんも？うん、私たちは確かに互いに競い合うライバルではあるけれど、こんな風に相手を妨害するようなことは私はあまり好きじゃないっていうか。なんでこんないい子が怪盗なんて。いや、あれか、義賊だもんな。今回の依頼にどうして地図を3つに分けたりしたんだろう。美穂さんに聞いて。怪盗団同士で争っていたらいつまで経っても秘宝は手に入らないはずなのに。確かにそれはそうだね。一ついいかな。君たち怪盗にとって一番大事なことは何だい。え、一番大事なこと？それはやっぱり依頼人に目的のものを届けることです。そのために俺たちがいるんだから。そうだね。だったらそれを達成するためなら。おっと、つい口を出しすぎてしまったね。ごめんごめん。協力しれって、協力しろってことなのかな。元怪盗の単なる独り言だよ。聞き流してくれ。ちぐささんの怪盗衣装とか見たいね。絶対かっこいいぜ。いえ、先輩の言葉は参考になりました。おかげで俺たちのやるべきことはっきり分かったと思います。うん、そうだね、ゆきなりくん。ああ、そうだ、私凛太郎に電話しないと。撤収撤収って。うん、俺もコウさんたちに連絡を取るよ。あ、コウさんですか。実は話したいことが。え、猫キャッツニャーの二人もそこに？いっちゃんとちえちゃんが？そうなんだ。でもちょうどよかった。それじゃあ相手の二人にも伝えておいてくれる？停戦協定だ。各怪盗団がそれぞれ地図を持ち合って。そうです、同じ場所に全員で集まりましょう。今の状況ではいつまで経っても秘宝は手に入らない。ですから一旦みんなで話し合う必要があると思うんです。大人になったな、みんな。お、宗四郎さん電話だ。宗四郎さん、ちぐささんから電話です。はーい、もしもし。ふむふむ、みんなで集まることにしたんだね。なるほど。あの子たち、なかなか動きが早いね。言っておきますけど、俺は何も口を出してはいませんよ。ゆきなりくんたちは最初から地図を奪うことに抵抗があったみたいですから。まあ、ゆきなりたちはな。うん、うん、わかってるよ。それじゃあまたね。それにしても依頼書をもらった当日に動き出すなんて、やっぱり彼らは優秀だね。そうだな、盛んだな。先輩としては焦るんじゃない？ピノノワールの諸君。あ、みんな来てるの？あら、そんな心配はご無用よ。美穂さん、ほんと美人。俺たちには何度も修羅場をくくった経験があるからな。タケヤのそのハニカミスマイル何なの？毎回思うけど。かっこいい！おさむさんかっこいいよ。彼らと対決できる時が楽しみです。対決するの？みんな自信満々だね。私は結構不安なんだが、しっかり。とにかく彼らの話し合いの結果がどうなるのか。引き続きモニターの方よろしくね、椿ちゃん。了解しました。あ、終わった。はい。ということで、怪盗団と3つの地図、ここまでとさせていただきます。みんな、自分でストーリー見てね。俺もまだ回収途中だから。うん。頑張る。それでは、シアンでした。またね。